2012年当時のホームはアヤと、駅名標広電本社前停留場は、広島県広島市の各千田町3丁目にある、広島電鉄宇治那線の路面電車停留場である。駅番号は U7。広島電鉄の本社は、東停留場の東に位置する。案内表示などでは、広電前と省略される。東停留場は1912年、宇治那線が、 前身の広島電気軌道の路線として、上谷町から三行橋までの区間で営業を開始した際に開設された。停留場のある千田町には当時自社の発電所が設けられていたため、開設時の停留場名は発電所前、停留場であった。その後1917年に、広島電気軌道は、広島ガスと合併し、広島ガス電気となり、千田町には、 同社のガス電気運輸部が置かれた。1927年頃には停留場名も、電鉄前停留場に改称されている。一方、仙田町発電所については、広島電機からの受電が開始されたために、予備発電所となり、その後老朽化も進んでいたことから1934年に創業を停止、翌年10月には廃止が届け出られて、仙田町変電所に改められた。 太平洋戦争下の1942年には、広島ガス元気から運輸部門が独立して、広島電鉄が設立され、その本社は当地に置かれた。しかしその3年後の1945年8月6日に、広島市に原爆が投下され、宇治那線をはじめ広島電鉄の市内電車は、全線が普通となる。本社屋も、被害を受けたが、郊外の楽楽園遊園地に、 その機能を移しつつ、復旧を進めた結果、仙田町変電所の再稼働により8月中には、東定流場から高宇島までの区間が運行を再開、翌月には、神谷町方面の路線も運行を再開した。仙田町に本社機能が戻されたのは、被爆から1年後のことである。定流場名は1958年、広島電鉄が自社の略称を、 それまでの電鉄から広電に改めたことに呼応して広電本社前停留場に改称された。2012年には前身となる広島電気鉄道の創立、市内電車の開業から100周年を迎えたことを記念して停留場の上屋がヨーロッパ風に改装された。2018年3月、電停を拡幅し、待合所も完備した電停にリニューアル。 電鉄前への解消時期を1916年以前とし、途中1920年頃から1927年頃まで、電鉄軌道運輸化前停留場と称していたとする資料もある。ただし、広島電鉄開業100年、創立70年史では1918年当時の停留場名を発電所前としている。宇治那線はほぼ全ての区間で、道路上に軌道が敷かれた。 平用軌道で、東停流上も、道路上に、ホームが設けられている。ホームは、低床式で2面があり、2本の線路を挟み込むように、向かい合って配置されている。路線の起点から見て、左側に、広島港方面へ向かう、下りホーム、右側に、神谷町、本線方面へ向かう、上りホームがある。ホーム庁は3両5両連接車に対応している。 三行橋停留場よりに渡り線、日赤病院前停留場よりに、仙田車庫への引っ込み線と渡り線があり、三行橋停留場よりにある渡り線は、東停留場で折り返しとなる7号線系統の電車が使用する。折り返し作業はかつて係員の誘導によって行われていたが、2006年頃に折り返し設備の自動信号化がなされている。 停留場の上屋は2012年の電車開業100周年に合わせてヨーロッパ風のデザインに改められ合わせてトランベールエクスプレスという愛称が与えられたが2018年のリニューアルで愛称の表記は消滅している。当停留場には広島電鉄で運行されている系統のうち1号線、3号線、7号線、それに0号線が乗り入れる。 広島電鉄が定める乗り換え指定電停の一つであり、東底流上が始発あるいは終着である7.05号線と1.35線との乗り継ぎを行うことができる。かつて、上谷町方面から千那車庫に入る1.35線系統の電車は、広電前駅として運行され、千那車庫入り口のすぐ内側で乗客を降ろしていたが、2001年11月以降は、 直接車庫に入る場合は、日赤病院前行きとして運行されている。本社前にあったレストラン、トランベールエクスプレス付近は、おおむね中層住宅街で、小さな商店なども立ち並ぶ。東にしばらく歩くと京橋川、西にしばらく歩くと元安川に出る。南西には、広島県情報プラザ、健康科学館などの文化施設が集まる。東には、 広島電鉄の本社と仙田車庫が隣接する。本社ビル前にあったマダムジョイ仙田店の敷地には電車開業100周年に合わせて広島電鉄70系電車が置かれ、改装の上レストラントランベールエクスプレスとして営業を行っていた。レストランは100周年記念事業の終了により2013年3月に閉店した。その後、70系電車は ザアウトレッツ広島に移転した。ありがとうございます。